え、マジ？やったやった。はい、どうも皆さん、こんにちは、スキタンチュンです。今ちょうどセブンナイツというアプリをやっていたんですけれど、ダンジョンで荒野の野獣レオをドロップしました。レアドロップだと思うんですけれど、いや、今すごく興奮してます。ドロップしたダンジョンは3の火炎の砂漠、3の10の難易度中級になります。このダンジョンはボスとしてレオが登場するんですけれど、もちろんドロップするかどうかはずっと半信半疑だったんですけど、1週間ずっと周回してやっとドロップしました。いや、感動ですね。ダンジョンのレアドロップ情報という意味でも動画にする価値があると思いましたので、急遽録画しています。それでなんで僕がずっとレオを狙ってダンジョン周回していたかというと、レオの性能がすごくいいと思ったからです。レオはこれですね。ダンジョンでドロップしたのは星3で、もちろんまだ弱いんですけれど、こちらのレオはなんと星6まで進化します。星6まで進化したレオがこれです。レオの何に注目したかというと、まず持続スキルです。自分が倒れるときに HP100% で1回復活します。すなわちこのレオを育ててアリーナに連れていくと、感覚的にはフレンドとしてレオをもう1体連れて行っているというような状況を作ることができるんです。これすごくないですか。そしてもう一つは使用スキルの2つ目、獅子の方向。敵1人にダメージを与えて、一定確率で2ターンの間対象のダメージ量を 40% 減少させます。要するにダメージを与えて、一定確率ではありますが、その対象になった敵からのこちらが受けるダメージを 40% もカットできるスキルになります。ところがね、これ誤表記です。敵一人じゃないんです。敵全体に 80% でダメージを与えて、しかも敵全体が一定確率で2ターンの間ダメージをカットされる。もう完全にぶっ壊れスキルですよ。はい、こちらが誤表記であるということの検証 VTR です。後列の真ん中にレオを配置しています。はい、全体ですね。あと2回ほど試してみようと思います。はい、どうでしょうか。全体攻撃ですね。このレオ、アリーナで活躍できると僕は考えています。皆さんもぜひ3の10の中級でレオをゲットしてみてはいかがでしょうか。また他にもレアドロップの情報などが欲しいという方がいましたら、コメント欄に書き込みをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。レオを怒らせるなよ。